皆さんこんにちは。先週はハルカクリスティーンさんを書いて、ツイッターの方でなんとご本人からメッセージをもらって、ちょっと驚いてしまった古木です。さて今回は TBS 系のドラマ逃げるは恥だが役に立つから可愛いダンスを見せてくれている新垣結衣ちゃんではなくて星野源さんに挑戦です。さんっていうのは一体何者なんでしょうかね。私が星野源さんを最初に認識したのは、NHK の、お笑いっていうか、まあ、コメディバラエティ番組っていうんですかね、ライフっていうやつで、むっちゃんがやってるやつですけども、それでコントやってるのを見たのが初めて彼に認識したやつなんですけれども、なんかミュージシャンみたいですよね。ドラマでも歌ってるんですよ、主題歌歌ってるんですよね。今回もそうですけれども、結構いろんなドラマにも俳優として出てるみたいですよね。まあ2枚目ってわけでもないですけども、随分人気ですよね。なんかよくわからないですけど、まあよくわからないで似顔絵描いてんのかって話なんですけどね。今回はドラマの役柄から、似顔絵を描いているので、星野源さんの似顔絵というよりは、津崎平正さんの似顔絵っていうのが本当なんでしょうかね。チャンネル登録よろしくお願いします。前回の似顔絵はハルカクリスティーンさんです。ショッピング英会話、お買い物フレーズ、ライディングガール漫画もよろしくお願いします。